沖田総治、沖田総治、沖田総治、天保13年、1842年、慶応4年5月30日、1868年7月19日は、幕末の武士、新選組一番隊組長及び、激犬師範。本生は藤原を称した。意見川春生、後に金吉。陽名は総二郎。 道の区国白川藩藩市江戸下屋敷詰めの三代続く、足軽小頭、沖田勝次郎の息子、長男として、江戸の白川藩屋敷、現、東京都港区西麻布で生まれたとされる。千昌寺の過去町では、沖田林太郎次男となっている。母の名前は不詳だが、実家については、日の在住の千人同心宮原家の出身という、伝承がある。年については、 天保13年、1842年、または15年、1844年の2つの説があり、生まれた日付についても判明しておらず、夏であったということしかわかっていない。沖竹文書では、没年が25歳とある。二人の姉がおり、沖竹は、姉の三つが婿に、林太郎を迎えて相続させる。父の勝次郎は、高下2年。 1845年に死去したため、長男の総次郎が元服し、後目相続すべきところ、幼少のため相続できなかった。9歳頃、江戸市外屋にあった、天然理神流の道場、市営館、近藤修介のうち弟子となり、後に新選組結成の中核となる、近藤勇、土方歳三とは同門にあたる。若くして、市営館塾頭を務め、安政三年。 1856年には、近藤と共に、調布の下千川村に出稽古に出かけている記録が見られる。文久三年、1863年の老子組結成に参加して上落する。分裂後は、近藤らに従い残留し、新選組を結成。沖田は一番隊組長となる。一番隊は剣豪ひしめく、新選組の中で常に、 重要な任務をこなしたと入れる。この時期では、同年9月の芹沢家も暗殺、源氏元年5月20日の大阪西町奉行所よりき、内山彦次郎暗殺など手掛けたという。源氏元年、1864年6月5日の池田屋事件においても、近藤らと共に最初に池田屋に踏み込んだ。この奮戦の最中、滑血により戦線離脱したと言われている。 これには、諸説あり、詳細は後日の発病時期を参照。慶応元年、1865年2月、総長の山並啓介が脱走した事件では、追っ手として差し向けられ大見草津で捕らえる。山並は、沖田の解釈で切腹した。沖田は、三男を兄のように慕っていたとされるが、故郷への手紙では、三男の死に関して、軽く触れるに止められている。 体調の悪化により、第一線で活躍することがなくなるのは、慶応三年、1867年以降である。慶応三年12月18日、沖田が療養のため滞在していた、近藤の小宅を、元、御両英子、安倍重郎、佐原太郎、内海次郎の三人が襲撃した。前月に、彼らの指導的立場であった、伊藤絹太郎を殺害した。 新戦組への報復として狙われたものだが、沖田は、伏見奉行所へと出立した後で難を逃れた。同日夕刻、安部らは二条城から戻る、途中の近藤勇を狙撃し、負傷させている。戸場、伏見の戦いには参加できず、大阪に抗争される。戸場、伏見の戦いに向かう間に負傷し、大阪に抗争される戦中において、肺結核を発症したとも、戸場。 伏見での敗戦後、大使と共に、回路江戸へ戻り、紅葉陳部隊に参加する、諸説ありも、中途での落語を余儀なくされる。以後は、幕府の医師、松本良順により仙駄ヶ谷の植木屋にかくまわれ、近藤勇三種から2ヶ月後の慶応4年、1868年に死去。近藤の死を知らないまま亡くなったとも言われる。年が明確でないため、 共年については、諸説あり、没字年齢については、沖岳類大母妃の二十四歳、沖岳文書の二十五歳、両有子伝、小島鹿之助における上落寺の年齢、二十二歳から、計算した二十七歳三節が存在する。母書は、東京都港区の千昇寺にある。改名は、正光院、人氏誉まれ名堂古事。九歳の頃、天然理神流の道場。 死営官に入門。若くして才能を見せ、熟党を務めた。十五歳の時日野の八坂神社に奉納された天然美神流の額には、四代目を継ぐことが決まっていた、近藤勇より前に他の名前が記載されている。沖田る依頼母妃には、天然美神流のほか、北新一東流の免許改伝を得ていた旨も記されている。長倉新八は、後年、 土方かたとしぞ三郎、東堂平介、山並圭介などが市内をもっては、子供扱いされた。おそらく本気で立ち会ったら師匠の近藤も、やられるだろうとみなが言っていたと語った。実際、市内をとっては、近藤の一段も二段も上を行ったという。沖田の指導を受けた者によれば、荒っぽくて、すぐ怒るといい。稽古は、相当厳しかったらしく。 市販の近藤より恐れられていた。刀で切るな。体で切れ。と教えていたという言い伝えもある。起きたの権利で有名なのが三段月であり、日野の佐藤としの異段によると平岸、平成正天然美神流では、平成正と書くの構えから、踏み込みの足音が一度しかならないのに、その間に三発の月を繰り出した、すなわち目にも止まらぬ、速さで、 相手は一月もらったと思った瞬間、すでに三度疲れていたという。赤間静子によると、山攻撃派遣という憲法が苦手であったという。佐藤彦五郎の長男、佐藤俊信の談話によれば、起きたの剣術の形は、師匠の近藤そっくりで、掛け声までがよく似た腹の底に響く噛んだかい声であったという。ただ、立ち先がやや下がり気味で前のめりで、 腹を少し突き出し気味の平ら性を取る近藤とは、やや異なる構えを取る癖があるとされる。新選組以外からの声もある。小島鹿之助は、新選組結成前の文久2年、1862年7月に、この人堅実は晩年必ず名人に至るべき人なりと述べており、新選組に批判的だった西村金文も、近藤秘蔵の部下にして、曲中、 第一党の喧嘩くなり、天才的憲法者と言い,い、さらに新鮮組と敵対していた、安倍重郎は、沖田総治、ゼガマー、近藤の一弟子で、なかなかよく使いました。沖田総治、大石桑次郎という若者は、ただ腕が利くだけで、剣術などは、よく使っていた、大石桑次郎、沖田総治、井上、これらは無闇に人を斬殺いたしますのでと語るなど、 外部からもその腕前が高く評価されていたことが伺える。否定的見解は、千葉谷一郎、新長組大使で、総治の義兄、沖田林太郎の同僚の言葉に、我々から見たら、やっと目録、く、低い段位くらいの腕前とある。死の際には、植木屋の庭に現れる黒猫を切ろうとして幾度となく、失敗し、己の衰えを痛感した沖田は、付き添いの老婆に、ああ、 切れない。ばあさん、俺は切れないよと嘆いたと言われるが、この話は、下沢博史による創作であると言われる。凄腕の一番体組長としての顔とは裏腹に、当の本人はいつも冗談を言っては笑っていた陽気な人物であったようで、ある。頓書界隈の子供たちともよく遊んでやっていたようで、作家の芝良太郎は、新鮮組を題材とした作品を執筆する際、 幼い頃に、沖田に遊んでもらったという老婆を取材している。取材が1960年前後とすると、明治維新が1868年なので、かなり高齢ではあるものの実際の起きた掃除を目にした、人々が生きていたことになる。近藤、土方など新選組についての国評で知られる、西村金文ですら、三男と並び、沖田についても批判を残していない。 これは西村が三男と沖田には悪意を持っていなかったことの現れとみられ、従って沖田は新選組に表立って敵対した者以外には人当たりの良い好人物であったと考えられている。新選組と敵対していた安倍重郎からは、近藤の皇帝の沖田総治、大石桑次郎というものは誠に残酷な人間でございまして、もとより国家朝廷のあるを知らぬようなものでと、 岡大蔵などと同様に思想的背景を持たない、人殺しの道具として非難されている。また別の話では、佐久間昇山の息子、三浦慶之助が、ある大使にからかわれ、後日、肘方と沖田がこう打っている側で、その大使を背後から切りつけたが失敗したとき、沖田は、三浦の襟首をひっつかんで、に、三軒も突き飛ばしたという。三浦が、 腕が鈍いとからかわれたから切りつけたと言い訳すると、沖田は、腕が鈍いのは本当じゃねえか、このざまはなんだと、大口を開けて笑った。紅葉陳部隊が出陣する際に、近藤が起きたを見舞うと、普段は明るく、強気な起きたがこの時だけは声を上げて泣いたという。近藤の死に関して、周囲の者は固く口止めされていたため、起きたは、近藤の死を知らず、 死の間際まで、近藤先生はどうされたのでしょうね、お頼りは来ませんかと、死を気遣う言葉を幾度となく口にしたとも伝えられている。そして、近藤の死の2ヶ月後、沖田は、近藤の死を知らぬままその生涯を閉じた。若き天才剣士が、老害により養成してしまうというドラマ性に富む、その生涯から、そのドラマ性を、さらに演出する要素として、 多数の創作において、剣に滅法強い上に明るい性格、その反面、病弱で色白の美青年として描かれてきた。沖田の要望に関して、現在残っている沖田の肖像画は、姉光が孫のようを、僧児にどこか似ていると称したことから、彼をモデルに昭和4年、1929年に描かれたもので、生前の沖田を描いたものではない。 八木家の者や新選組に関わった人物の証言では、未青年であったとは書き残してはおらず、容姿に関する記述としては、笑うと愛嬌がある、色黒、肩の張り上がった、猫背、長身と書かれたものが残っている。この記述から浮かび上がる、人物像として、未青年説に疑義を唱える指摘もある。なお、地の、掃除イコールひらめ顔説は、佐藤彦五郎の彦が、テレビで、 谷春夫の話に乗って、つい口走ってしまったのが、始まりとされ、谷は、掃除が、ひらめ顔というのは、のっぺらぼうという意味でなくて、一族や、兄弟の写真が、みな目の感覚がよっているからと話している。沖田哲也はこの説を完全に否定し、沖田家では、掃除の容姿について、色の白い、小さい男だったという風に伝わっているという。また、 沖田の写真は一枚も残されていないが、密の証言によると、沖田の自資金の付属への引き出しに、彼の写真があると伝えられていたが、新選組研究者によると、金の付属への引き出しを調べたが写真はなかったという、家を引っ越しする際、可燃ごみと一緒に処分してしまったのではないかとされる。フィクション作品の世界で、沖田は、 一般に純情な青年として描かれることが多かった。長医者の娘とプラトニックな恋愛をするなどの描き方がほとんどで、実際に、沖田の周囲では、近藤や土方などのように下流界の女性の影は見えない。ただ、井上松五郎の文久三年、1863年4月22日付の日記によると、肘方、松五郎、井上源三郎と共に、 沖田が新町の車旧県町吉田屋にて、天神、遊女を買うという記述が見られるため、必ずしも女遊びをしなかったというわけではないようだが、自分が好意を持っている女性の話になると、とても真面目だったという。また、三部公園寺には、過去帳に沖田支援者と書かれた女性の記録があり、これが沖田の恋人ではないかとも言われている。一説には、 この女性は、石井里氏という未亡人で、連れ子、娘が一人おり、沖田はこの女性との間に一条もおけ京という名を付けたという話もあるが、定かではない。なお、新選組にはもう一人、沖田少子神慶応元年四月、肘方らが江戸で募集した大使の一人という沖田生の大使がおり、過去調の沖田氏は、少子神の方ではないか、との説もある。 さらに、また、油の工事にあったりおかんさとしげるの娘、金とは馴染みであったと言われている。新選組島月、下沢博によると、沖田は池田屋で倒幕派の死一人を切り伏せた直後に、肺結核で滑血して倒れ、以後は活動から離脱したという。しかしその時期から発病していたならば、もっと早く悪化していなければ、不自然である。そして、 沖田の離脱については、近藤勇所管、島田勇日記においては記述されておらず、翌月の金門の変にも、近藤勇、土方俊三、武田寛流祭、長倉新八と共に出動していた記録があり、その後も活動していることが確認されている。慶応2年、1866年頃、幕府ごてに、松本良順が、新選組を集団献身した際に、 肺結核の者が一名いたと記しており、これが起きた掃除ではないかとする説もある。慶応三年、1867年には、周囲が認識しうるほど発病していた模様で、2月頃、離病したとする、領有実録、小島鹿之介、不動堂村へ遁所を移転した9月頃に大病を、患ったとする、三浦氏島月、西村金文、さらに10月13日付で、 小島鹿之助が近藤へ送った書簡にも、沖田の異常を気遣う文面が見られる。以上から、沖田が戦闘に耐え難いほど重篤な状態に陥ったのは、慶応三年秋から冬頃であったと思われる。長倉新八が、明治二年の老子文久報告記事、明治四十四年、1911年の七箇所、手追い場所を表す、新選組資料集において沖田が、 呼吸器疾患を患っていたことを記し、下沢博氏が新選組始末期において、池田屋における滑血取り脱が記されており、時代が下ることに確立した説であると考えられている。なお、新選組始末期をはじめとする池田屋での滑血、混沌シーンのもととなったのは、長倉新八の新選組天末期と考えられるが、 こちらには、溶血、滑血の文字こそ見られないものの起きたが、池田で混沌したことが記されている。混沌の原因は、肺病の発症か、蒸し暑い初夏の高温下での激しい戦闘による、熱中症等の一時的な体調不良かは不明だが、原因が肺病だったとしても少なくとも、近藤や長倉一氏周囲の者には、肺の方の異常は感じさせない状態であったと、考えられる。 沖田総司の幼名は、総次郎であるが、沖田稽古文書には、陽名、沖田総次郎、墓石には、沖田総次郎、日野野屋坂神社根学には、沖田総次郎藤原春政、小島鹿之助の日記には、沖田総次郎殿と、それぞれ書かれている。当時は読み方さえ合っていれば字は何でもいいという、風潮があったためで、沖田総司自身、近藤勇のせいか、 宮川や宛ての手紙にて自分の名前を沖田像にと署名しているものがある。フィクションにおける沖田像は森牧子が指摘するように天才的と言われる優れた権利の持ち主であったこと、極めて明朗な性格であったこと、肺結核を患っていたことが不可の要素であったとされている。1970年以降は発行の天才美犬士純粋。 透明な存在として描かれてきた。この沖田像は柴良太郎によって創造されたとしばしば指摘される。沖田在政時の記録には沖田の用紙が秀でたものであると描写したものはほとんどなく、下沢博士の新選組三部作にもその要素は描かれていない。沖田が映画に登場したのは1928年9月に公開された維新の協力で翌年には 月形明公主演の剣士、沖田総司が公開されている。1930年の大折衝では、晴見健太郎が沖田を演じた。長田哲郎は、この2作によって沖田が、美男子であるイメージが構築されたとしている。史実の沖田が、遊閣にほとんど、出入りせず、女遊びをしなかったということや、富士の病である肺病を患っていたという点も、純愛や、 発酵のイメージを増幅した。1937年、沖田の墓が発見されたという記事が都新聞に掲載されたが、沖田は白石の美剣士を誇る大衆文芸の主人公を地で行った宿命の若き剣士と表現されている。昭和40年代に芝良太郎が描いた新選組作品では、沖田は爽やかな透明感を与える清潔な高制年で、 無垢な、明るさを持つ、美剣士であると認識された。映像化作品でも、新選組結風録や、萌え予見で、島田純次演じる沖田が高い人気を博した。一方で、柴は、新選組自体を、病的な美意識と出世権威主義で動いていたと、批判的に見ており、沖田についても切る対象を憐れみながら、切る日を楽しみにしていたり、 自分が殺害した患者の隣で祇園祭りの矛を無邪気に眺めながら刀を拭うという不思議な若者としても描写されている。現在でも多数の映画、ドラマアニメなど映像メディアにおいてもほぼ常に若手二枚目俳優が演じるか二枚目に描かれている。塚公平は沖田を女性に設定した小説幕末純情伝やローマを書き擬曲化している。その一方、 ゼロ・ザ・マン・オブ・ザ・クリエーションでは、新選組の映画撮影で悩んでいた監督がゼロの元へと依頼に行き、最終的に平目顔の役者を起用することで、リアティを出すという、置きたいコール2枚目を否定した作品も存在する。また、下沢博士の新選組始末期以降に定着した、池田屋根の戦闘中に激しく拡血し、 倒れ込む描写は、新選組に切られた老子が階段を転げ落ちるシーンと共に多く見られる。渡辺太子の漫画、風光るや2010年の NHK 大河ドラマ、龍馬伝では、大宮、事件、坂本龍馬暗殺の直前まで起きたが、新選組として活動しており、近年の説に沿った描写となっている。モデルとしたキャラクターとしては、空知栄明の漫画、 銀玉の沖田総悟る、青山豪将の漫画、刃及び、名探偵コナンには、彼の子孫という設定の6代目、沖田総志などがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。